はい、ヒロミです。今回は、このデジモンテーマとバトルエボリューションにてブラックウォーグレイモンを出現させるための方法を、やっていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。はい、ということで、ブラックウォーグレイモンが、出現するようになりました。出現条件としては、一人で遊ぶで、ノーミスで、6試合連続勝つをやって、ブラックウォーグレイモンもノーミスで倒して、でその後出てくる獄門、この獄門もノーミスで倒すっていうのをやらないと出てこないという、めちゃくちゃね難易度が高いんですけども、やっていきましょう。ちょっとプレイしていきましょうか。せっかくなんでね。いけるぜウォーグレイモン。02の歌が流れてるのいいよね。ということで、今回はブラックウォーグレイモンの出現方法でした。ご視聴いただきありがとうございました。よろしくチャンネル登録・高評価お願いいたします。それでは。